放課後友達たちと遊びに行くとかデートとかいう時に細かい繊維がなんかフェ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 って入ってるので自然にポッてなったような。皆さんこんにちは、ふうかです。普段はコスプレとかロリータとか原宿系とかとにかく可愛いものが好きです。 YouTube の方にも動画をアップしています。今日は学生さん向けの放課後にできるようなナチュラルなメイクをしてみましたので参考にしていただけたらなと思います。スタート。カラコンはジャピエルっていうお店のナチュラルなものを使っています。ナチュラルなメイクで派手なのだとカラコンだけ浮いちゃうので、これだとナチュラルメイクにも馴染むので自然に燃えていいと思います。次にキャンメイクのクリームチーククリアの01番を使ってチークを入れていきます。だいたい黒目から自然に下に置いてきた鼻の頭と同じ高さに丸く入れていきます。赤が流行ってるってのと自然に馴染んで血色感を出してくれるので赤色を使いました。次にキャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーの ML を使いました。これはチークの後にやるのはチークが濃すぎちゃったりしたりチークだけくっきり浮いちゃったりしないように後からやることで自然に馴染むようにしています。で普段はこれはフィニッシュパウダーなんですけど10代向けってことで綺麗なお肌できる限り傷めないようにこれだけで仕上げていきます。次にブローラッシュ EX ウォーターストロングダブルアイブロウジェルペンシル&パウダーの私はライトブラウンを使っています。これは髪に合う色でいいんですけどまずはチップって書いてある方がパウダーになっているのでパウダーでぼんやりと眉毛を描いていきます。でこれは眉毛が描くのが下手な人でもぼやーって描けるのでおすすめです。でその後に私は眉毛があまりないのでこのペンシルって書いてある方のジェルペンシルで眉尻とかのない部分を描いていきます。これで形を整えるんですけど太めの平行目に描いてで下げる眉にしていって優しい感じの印象にできるようにしていきます。次にキャンメイクパーフェクトスタイリストアイズの10番を使っていきます。一番明るいハイライトのカラーを取ってアイホール全体と下まぶたに塗っていきます。アイホールに入れるときに丸く入れることで目を丸く見せます。そして切開として目頭にも入れて目の幅を横幅を大きく見せます。そして次に2番目の薄いブラウンのお色を取ってそれを際に塗っていきます。これで奥行きを持たせてあげて彫りが深い感じに見せて目元を締めていきます。最後に一番濃い色を取って目尻にくの字に入れていきます。これはさっき切開と同じ理由で横幅を大きくするために入れていきます。そしたら細い筆に持ち替えて同じ濃い色を目尻3分の1の部分に入れていきます。これは垂れ目に見せさせるために入れていきます。そしたら最後に真ん中のこれピンクのラメなんですけどこのラメを涙袋にのせてぷっくり見せていきます。でこれピンクなのが可愛らしい印象を与えてくれるんですけどいつもはがっつりピンク入れちゃうんですけどナチュラルにってことでピンク色のラメの方を入れていきます。でこっちでも嫌だよって人はさっきのベースに使ったミルク系のカラーでも代用ができるのでちょっと変えてみても面白いなって思います。次に AC アイブロウパウダーの DB を使っていきます。これの濃い方のお色をさっきの細い筆にとってそれで涙袋を描いていきます。涙袋は目を細めた時に出てきたところに影を描いていきます。平行に描くというよりもちょっと下に下げるようなイメージで描いていくと目が大きく見えます。描いた
た後は綿棒とか、私はもう裏側でこすっちゃうんですけど、ぼかしてなじませていきます。そしたら同じやつの薄い方のお色を取ってノーズシャドウ入れていきます。眉頭からだいたい目頭までぐらいに入れて、でここの高くするのって入れる濃さとかじゃなくて、ここの三角形の角度で決まるんですね。眉毛と彫りの深い部分の角度を急にする方が鼻が高く見えるので、そこを自分のお顔と相談しながら調節して高く見せていきます。で私は団子鼻なので、小鼻の横にも色を入れて小さく見せていきます。そしたらさっきのキャンメイクのクリーム色に戻って、鼻の頭のところと眉毛の下に入れていきます。これで顔に立体感を出していきます。次にキャンメイククイックイージーアイライナーの02番を使っていきます。ブラウンなんだけど、普通に売っているブラウンよりもうちょっと薄くて赤みの強いブラウンになってます。チョコレートみたいなお色ですごく可愛らしいんですけど、ブラックブラウンでちょっと濃すぎるよって時はこっちの方が馴染みがいいです。馴染みはいいけど一番漏れるのは個人的にブラウンだと思っているので、これを使って引いていきます。で間を埋めるように引いてから、垂れ目に見せるためにグイッと一気に下げて 2,3 ミリかな、はみ出して描きます。間違えちゃって太くなっちゃってもあんまり目立たないので、慣れてない方はおすすめです。次にビューラーをかけていきます。上げるときは根元、中間、毛先の順番で手首を上げながら上げると綺麗にカールしてくれます。ちょっと難しいかもしれないけど、下まつげにもかけて下に向けさせて、より縦幅も大きくしていきます。次にキャンメイクフレアリングカールマスカラの01番を使っていきます。これはパッケージも可愛いんですけど、これ私も初めて見たものなんですけど、ブラックならブラック、ブラウンならブラウンであるんですけど、これはブラウンでナチュラルなんだけど繊維はブラックなので毛束を伸ばしてくれるんですね。でしかも細かい繊維がなんかフェ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 って入ってるので、すごい綺麗に細く長く伸びてくれるので学生さんにおすすめです。でこれを上下に塗っていきます。次に保湿のできる自分の持っているリップクリームを塗っていきます。リップを塗るとカサカサしちゃうので、これで保湿をしていきます。最初に使ったキャンメイクのクリームチークに戻って、これチーク&リップなので指にとって唇にのせていきます。で全体的にのせたらちょっと濃すぎるのでティッシュオフをしていきます。次にキャンメイクステイオンバームルージュ05番を使っていきます。これはそのまま塗るとそんなに目立たないぐらいのナチュラルな色なんですけど、赤だと主張しすぎるよ、赤リップ流行ってるんですけど、やっぱり主張しすぎたり気合が入りすぎてるっていう風に見えちゃうので、これでちょっとまろやかな感じになじませていきます。でこれもちょっとつけた後にティッシュオフをしていきます。で最後にこれはグロスではなくて普通の保湿リップなんですけど、ハローキティリップジェリーを塗っていきます。これは透明のグロスで大丈夫です。これで色はつけずにツヤだけを出して仕上げていきます。で中心を多めに塗るとプルッとした感じの唇に仕上がります。次に私は癖っ毛なのでストレートアイロンで髪の毛を伸ばしていきます。これは家で充電しておけばコードレスでコードがいらないので持ち運びに便利で、放課後にちょっと出かける時に直したいっていう時に持ち運んでできるので便利だと思います。で私みたいに癖が強い人は前髪とか特に強いところを2段に分けてから1段1段やっていくと綺麗に伸びます。いかがだったでしょうか。今回のメイクのポイントは、放課後友達たちと遊びに行くとかデートとかいう時に自然に見えるようにということで、ナチュラルに馴染む赤いリップとチークを使いました。で
チークとしては自然にポッてなったような感じになるし、リップとしては流行りに乗った感じの赤いリップが作れるのでいいと思います。自分の方のチャンネルでも動画を上げているので、よければそちらの方もチェックしてみてください。原宿系とかとにかく可愛いものが好きです。で、ちょっとんあれかんだいかがだいやー次にキャンメイクくけギャうその子の家のウサギは片耳立っててこういう耳こういう一直線使い回しが効くのでいいと思います。いいと思います。はじめまして、ふうかです。いつもはコスプレとかメイクとかお菓子作りとかやってます。原宿系とかの奇抜なのとか紹介できたら面白いなと思っているので、これからよろしくお願いします。登録お願いします。